こんにちは、宇佐本アンナです。メラブチカナミです。アニメ第4話、皆さん見ていただけましたか？のどかちゃんが作ってはったお団子、なかなか個性的な形してはりましたね。まあ見た目はあれやけど、食べてみたら意外という食べ物はいろいろありますし、みんな美味しそうにしとって私も食べてみたかったですわ。クイズなども白熱していて楽しそうでしたね。ほんまですね。さてさて、この動画は現在放送中のアニメとアリスギアアイギスのゲームとの関連性など、皆さんにもっと興味を持っていただけるようお伝えしていけたらと思います。この動画は毎週公開されるらしいので、皆さん楽しみにしてくれてると嬉しいです。はい、アーカイブも残るので、お時間ある時にぜひご覧ください。ではここからはアリスギアアイギスエクスパンション第4話に登場した3名のアクトレスをご紹介します。お願いします。まずは女子造形大学に通う美少女モデラー、金形すぐみちゃん。全アクトレスのフィギュア化という終わりのない野望を持つ彼女、職人気質で少し天然な一面もお持ちです。めっちゃ人気の特撮番組ベイパーヘイズのベルト作ったって聞きました。そうなんです。他にも手掛けた作品はアクトレスフィギュアをはじめ、特撮用プロップや玩具と多岐にわたります。すっごー、めっちゃ職人さんや。私もオリビエ大賀さんのフィギュア作ってもらいたいです。実はすぐみちゃん、恵美子師匠という人生の指標となる先生がいるそうです。先生との出会いは大切ですわ。ですが誰一人としてその恵美子師匠と会ったことがある人はいないと言います。何それ、めちゃ怖っ。いや、急にそんな話するのやめときましょう。続いては海洋保全に力を注ぐ女子大生アクトレス、アライメヤスリちゃん。沖縄シャード出身でダイビングはお手の物、数々のジオラマコンテストで名をとどろかす正体不明のモデラーとしても活躍中です。正体不明ってめっちゃかっこええですわ。すぐみさんと同じモデラーさんなんで、二人は仲良しさんなんですかね。すぐみちゃんのツッコミ役になることもよくあるそうで、親友としてライバルとしてお互いを高め合ういいお付き合いをしているみたいですよ。へえ、私にとってのライアちゃん、リンちゃんみたいな関係ですね。ヤスリちゃんは海洋保全に興味を持つ人を増やすためなら何でも頑張る子で、中学生アクトレスに水族館のお姉さんとして案内をしたこともあるみたいですよ。面倒見のええお姉さん、素敵ですわ。ラストは鳴子坂製作所の事務員兼任アクトレス、新谷セリナさん。丁寧な仕事ぶりで周囲への気配りも忘れない常識人。アニメ黒猫怪盗シャノワールの制作委員会公認公式アクトレスでもあるんです。シュッとしとってめっちゃかっこええお姉さん。ユミさんに聞いたんですけど、お酒大好きやけどめっちゃ弱くて、酔っ払うとすぐシャノワールのモノマネ始めてまうそうです。コスチュームを着たらまるでシャノワール本人がいるみたいですよね。ほんまそれ。けど一時期シャノワールを語る人がなんやらニュースになってたりしましたし、ああいうのファンが見たら悲しむやろな思ってたんで、セリナさんもそうやったんかなって。そんな事件がありましたね。企業情報を盗んだシャノワール、一体何が目的なのか。あれ、何か届いたみたいです。なんやろ、これってのどかちゃんが作ってはったお団子やん。これはいざ実物見るとなかなかのインパクトですわ。とりあえずコーナーは閉めておきましょうか。せやな、それがええと思います。では本日は一旦ここまでです。今回の動画はいかがでしたでしょうか？もっと気になる方はぜひアプリをダウンロードしてみてくださいね。お願いします。ではまた来週お会いしましょう。バイバーイ。それでは
べてみます。ほな、アンナさんから。ああ、一緒に食べましょうか。よっしゃ、覚悟決めますわ。